はい、こんにちは、青と申します。今からスマホアプリ、天下百軒さんのガチャ実況を始めていきたいと思います。本題に入る前に2つお話しさせてください。1つ目に、改めまして天下百軒さん4周年、誠におめでとうございます。動画を撮っている今は4月20日火曜日となっていますが、本日より4周年ということで、4周年を記念としたイベントが続々と始まっています。お知らせをしっかりと確認しておくようにしましょう。イベント内容をまとめた動画のリンク先を概要欄に貼っておきますので、そちらも活用していただければと思います。そして2つ目に、この動画を撮る数日前に、私のチャンネルの登録者様が500名を突破しました。チャンネル登録し続けてくれている方、チャンネル登録を新しくしてくれた方、共に感謝しかないです。本当にありがとうございます。これからも天下百軒さんについて動画を上げていきますので、引き続きお付き合いいただければ嬉しいです。それでは話を本題に戻しまして、今回は4月20日火曜日より新しく実装された不動幸光特別バージョン、学不動幸光を狙って友人のアカウントで最大55連ガチャを引いていきたいと思います。4周年記念初のガチャということ、そして友人が不動幸光をぜひお迎えしたいということから、普段に比べ回す数が多くなっています。ガチャ詳細から見ていきます。事前性能公開で説明のなかったリーダー効果のみ説明したいと思います。リーダー効果は口語の心得です。攻撃力が上昇するシンプルゆえに優秀なリーダー効果となっています。次に提供割合となります。青木春を探す旅路特別ガチャ提供割合です。三剣の最高レアは 3.5%、装備の最高レアは 6.99%、ピックアップである学不動幸光は 0.5% となっています。最後に声だけ聞いたら引いていきたいと思います。声優は関根明さんです。元気な声が心地いいですね。それでは引いていきましょう。11連目です。いきます。いやー、いろいろと話したいことがありますので、ガチャをしながら話していこうと思います。いよいよ4周年記念イベントが始まりましたね。数多くの周年イベントが開催され始めていますが、じゃあ何をすればいいのって隊長さんもいるんじゃないかと思います。その中でも、やっておいてほしいと思うものを、改めまして、おー、金が出たと思ったら、最後までを取り高げ、まあ、それでもね、ルーターレアのでいいですね。はい。これだけやっておいてほしいというものが2つありまして、そこはちょっと話しておこうと思います。まずは、当たり前といえば当たり前なんですけど、ログインをして、4周年記念のログインボーナスをもらうことですね。それはですね、まあ、すごくですね、4周年記念ログインボーナスもらった方ならわかる通り、まあ、めちゃくちゃ豪華なんですよね。去年の分忘れちゃったんですけど、はい、ウルトラレア1つですね。はい。22連目いきたいと思います。忘れちゃったんですが、今回は御霊の雫400個、無硝石250個、極み玉4個ももらえるんですよね。すっごい豪華です。極み玉4個ってなんやねんって思ったけどね、正直。どんだけくれるんやんって思いましたけどね。まあ、相当豪華なので、まあ、ぜひもらってほしいなっていうのと、あとはもう一つが、これもかなり大きいですね。4周年記念、毎日無料10連ガチャを引くことですね。まあ、今回は最大で400連引けるということで、できれば毎日引いて400連引いてほしいなっていうふうには思ってはいます。これがですね、意外と忘れてしまう方がいるのかなっていうような印象でして、まあですね、こう、動画ガチャと一緒で、まあ、毎日、必ず引くーっていうのを忘れないようにしていただければと思います。はい、指輪ですね。ルーターレアは出るけど、闘争ですね。まあ、ミスルギ出てもすり抜けちゃったら意味ないので、まあまあまあ、闘争出てくれるだけありがたいと思いましょう。じゃあ、33連目いきたいと思います。はい。じゃあ、ちょっと他の話もしていきますね。通常任務第4部の2章3章が公開されています。新章の追加となりますので、終わってない隊長さんは任務を進めてシナリオを読むことと、無硝石の回収を進めておくこと、終わらせておくことをお勧めします。まあ、例のですね、名前を出せない。まあ、紹介動画ではハテナハテナハテナになっていましたが、第3部の15章までクリアすればミッション達成報酬としてお迎えできますので、そこは忘れないように、またそちらの方もお迎えしておいていただければと思います。そちらの方ね、忘れることはいないとは思うんですけど、一応お話として挙げておきました。あとはそうですね、4周年記念の方として大事なところとしては交換所の追加報酬ですね。うわー悲しい。すごいひどい結果になってる、いつの間にか。はい。じゃあ44年目いきましょう。交換所の方で交換札と討伐勲章、あと銅貨と背景ですね。この、4つの交換対象というか、交換アイテムが増えていますので、そちらの方を確認して、交換できる方は交換しておくことをお勧めします。その中でもですね、銅貨に追加された銅の面にはですね、一番注目していまして、ガチャから出る剣技の面と同じく、剣技に補正の加護がかかるので、かなり貴重な装備になっています。コメントでもいただきましたが、剣技の面を持ってない隊長は、限界突破はせずに、個々で個別に所持しておくことをお勧めします。加護っていうのは、限界突破しても効果は変わらないので、数が多いものを抜かせば、金が出たと思ったら危機の陣羽織。出せば、金が連続。あれこれってなんか新しい技じゃないかしら。新しい技ですよね、これね。比較的いいですね。はい。ということで、最後の55連目いきたいと思います。はい。そこだけはね、ちょっと、銅の面ですかね。そこの方は、ちょっと交換した後は、対応の方は気をつけていただければと思います。あと、第4部のシナリオにちょっと戻りますが、シナリオの話自体はですね、詳しくは話さないんですけど、やった方ならわかる通り、最初からかなりぶっ飛んでいて、言葉を失いましたね。っていうか、シナリオを読んだ方なら分かってくれると思うんですけど、嘘だろうって自然と突っ込んでしまうぐらい衝撃的なシナリオにはなっていました。ネタバレ全開なのでシナリオについては話せないんですけど、なぜ月末にミツジがピックアップされていたのか、その理由は分かりましたね。気になる方はですね、ぜひシナリオの方、しっかり読んでもらえたらと思います。かなり面白いです。正直、最高に今のところ面白くもう読ませてもらってる感じになってます。わーい、どうというか、レアはないけどスーパーレアばっかだ。ウルトラレアが出ない。はい。ということで、ガチャの結果は以上となります。話したいこといっぱいあったんでね、話したらあっという間にガチャの方終わっちゃいましたが、結果としては新しい技、装備技の方は獲得できましたが、他は、そもそもミツルギ自体のすり抜けもないまま終わったような感じでしたね。4周年記念だからといってね、ガチャが甘くなるわけではないということがよくよくわかりますよね。はい、残念です。仕方ないかなっていうことで、他のね、不動機密を狙っている隊長さんのところに出てくれることを切に願います。はい、4周年記念ということでね、ちょっと、私もお財布の紐が緩くなりそうではありますが、次のですね、ステップアップの特別ステップアップは引こうかなっていうふうに思っているのと、月末の絢爛祭で、水地出ると思うんですけど、そちらのガチャは、私の方では、チャンネル登録者様500名突破記念ということで、無限連ガチャ、お向けできるまでガチャを引いていこうかなっていう風にも考えていますので、そちらの動画もぜひアップしたらご覧になっていただけたら嬉しいです。それでは、これで以上となります。最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。始めたばかりの方へ向けての動画やガチャ動画を定期的に投稿していますので、よければチャンネル登録お願いいたします。また次の動画でお会いしましょう。さようなら。